ザラー・ラーソンは、スウェーデン・ストックホルム出身の女性ポップシンガー。10歳の頃より才能を見出され、母国で歌手デビュー。以来国内で実績を伸ばし、2015年に世界進出を果たした。スウェーデン・ソルナの生まれで、幼少期は隣接する首都ストックホルムの南部で育つ。当初は地元の小学校に通っていたが、途中から、 スウェーデン王立バレエ学校に転校し15歳まで在学。高校は首都の芸術系教育機関カルチラ・マコーに進学している。2008年10歳の当時2008年に10歳でスウェーデン版ブリテンズ・ゴット・タレントのタロングで優勝。デビューシングルとしてセリーヌ・デオンのカバーであるマイ・ハート・ウィル・ゴー・ンをデビューシングルとしてリリース。スウェーデン国内で7位のヒット。 番組での映像が YouTube で話題を呼び2016年4月8日現在1500万回以上の再生回数を記録している2012年アイコナポップなどを抱えるスウェーデンの大手レコード会社テンミ m u s i c グループと契約を結ぶ2013年1月初めての EP イントロデューシングを発表収録曲のアンカバーがスウェーデンで 年間6位の大ヒットを記録するほか、デンマークやスカンディナビア半島全体で知られるようになる。同年4月、アメリカのエピックレコードと3年間の契約を結んだことを発表。同年6月にメジャー2枚目のシングルとしてシーズノット・ミーを発表。同年7月には早くも2枚目の EP としてアラウ・ミート・リ・イントロ・デュース・マイセルフを発売した。2014年10月には ファーストアルバム1をリリース。スウェーデン国内で1位を記録し、プラチナム認定を受ける。また、このアルバムには、ハビッツの大ヒットで知られるトーブローも制作に参加している。2015年1月には、全世界デビュー EP、アンカバーをエピックレコードからリリース。再リリースされたシングル、アンカバーは、再び注目を集め、ベルギー、スイス、フランスなど、 ヨーロッパ各国でトップ10位の大ヒットを記録する。6月7月には立て続けにシングル、ラッシュライフとネバー・ォー・ゲット・ユーを発表。両作ともスウェーデンで1位を記録。ネバー・ォー・ゲット・ユーはナイジェリア出身でイギリス国籍を持つミュージシャン、エメニケとのコラボレーションが話題となり、イギリスのシングルチャートで5位の大ヒットを記録。翌年3月には、 全米シングルチャートでも13位を記録するヒットとなる。また、ラッシュライフもその後じわじわと世界各国のチャートを上り、2016年3月24日付のイギリスシングルチャートで3位、オーストラリアで4位、ドイツで4位を記録する自身最大のヒットとなる。ノルウェース・タベルン公演2016年2月には、イギリスの人気歌手、タイニー・テンパーのシングル、ガールズ・ライクに、 客演参加。イギリス本国で8位のヒットとなる。また、同月に、エィーローダーの化粧品、ブランド、クリニックのイメージキャラクターにも選ばれた。同年5月、デビット・ゲッタによる UEFA ユーロ2016オフィシャルソング This One's For You に、客演参加し、人気を確実なものとした。また同月には、初のプロモーション来日を果たし、 一般向けのイベント等は行わなかったものの、ZIP FM などのメディアに登場した。同年8月、セカンドアルバムからのリードシングル、Ain't My f ー l d を発売。スウェーデンで3作連続の1位を獲得するとともに、イギリスで13位、アメリカで76位を記録するなど、世界中でヒット。同年10月には、 タイム誌の2016年の最も影響力のある10代30人に選ばれた。同年11月、プロモーショナルシングルとして、アイ、like ・ウ・ドライクを発表。スウェーデンで4位を記録、イギリスでは自身最高となる2位を記録するなど、ポップスターとしての地位を確立した。2017年1月、タイダラーサインを客演に、チャーリー・プースをソングライターに迎えたシングル。 ソーグッドを発売するとともに、同年3月17日に、世界デビューアルバム、ソーグッドを発売。アルバムに伴うワールドツアーを開始し、同5月にプロモーションイベント、及び、同8月の、サマーソニック2017出演にて来日。2019年、自作に先行したシングル作品を連続でリリースし、全米ツアーを開催。2020年、中国は、 友好的な国ではない、北京の行いに賛同できないと述べ、中国企業のファーウェイとスマートフォンの広告契約を終了したことを発表した。2021年3月、サードアルバム、ポスターガールをリリース。ありがとうございます。